北海道大学の特任教授土屋努先生にと一緒に話をしていきますのでよろしくお願いします。土屋先生はですね、実は12年間国際金融を中心に日本のメガバンクで働き仕事をされて、その後 IT 企業ベンチャー企業を多数運営されてですね、8年前から実は北海道大学に戻ってこられて、3年前からは北海道大学の特任教授としては多くの学生さんをサポートしてるんですね。で、今は主な仕事は大学発、北海道大学発ベンチャー企業のサポートと、で彼らのマーケットに出やすくする、その仕事を積極的にされている方です。それでは土屋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず土屋さんからこれまでの経験について、多分短い時間だと思いますけど、話していただいて、そこから今の現在の大学発ベンチャー企業のサポートの方に、持っていきたいと思いますけど、あと皆さんにはアリベイチャンネルの皆さんには土屋さんとそもそもアリベイがどのようにつながっているかというところも面白いと思いますので、その辺にも触れていただければと思いますのでよろしくお願いします。わかりました。もうアリベイさんと、初めて会ったのは何年前でしょうかね。7年前ですかね、大体。そうですね、テレックス北海道ユニバーシティ、はい、そこで私が講演をして、そこのサポーターのスポンサーですね、スポンサー企業の一つである、うん、当時セラフという会社なんですけど、そこの会長さんを当時されてたんですね。そうですね。で、その時に、うちの、卒業生にあたりますが、はい、素晴らしい外国からの留学生がいるなということと、あ、この人面白いなというふうに思ったので、うちのテデックスは何といっても夕方から学生たちが用意した食事会っていうのもすごくいい会になってまして、その時に有部さんといろんな話を、して、で、当時はまだこれから何やるかっていうことははっきりしなかったんだけど、やっぱり僕の気持ちでは今もそうなんだけれども、とにかくうちの大学や北海道に関係する人たちを少しでも何らかの形でサポートしてあげたいという気持ちがいつもあるので、そういった気持ちから、関係がスタートして、はい、今日に至るというところです。私にとってすごく面白いのは、土屋先生がものすごくそのビジネスの分野で、銀行マンとしてもそうですし、 IT 企業の運営されている方としてもそうですけど、大成功、この言葉を使うと土屋さんは、あまり喜ばないですけど、そんなこと言わなくていいという話になりますが、本当に大成功している方ですが、なぜビジネスから少し離れて、離れてという言葉が合っているかどうか分かりませんけど、北海道大学に戻ったんですか。はい、まずやっぱり何といっても北大が私は大好きだから。東京出身ですが、やっぱり素晴らしい環境の大学なんですね。で、卒業生もすごく優秀で面白い人たちがたくさんいる。で、その中でどうしてもどちらかというと20世紀からこの21世紀の初めぐらいまでは、その金融とか数字がいろんな形で支配しちゃっている社会になっている。だけど僕たちが本当は社会の中で生きて産業や事業を行っていくっていうことは、多分誰かの役に立つため、はい、それと同時に自分たちの生活も行い、かつ表現していくことだっていうふうに私自身は考えていたので、それを一人でも多くの北大の研究者、はい、大学の学生、もしくは周辺の人たちに味わってもらいたいし、そういった社会、そういったことを味わうことによって、21世紀のものづくりっていうことも含めた上で、日本人が強い領域をもっと伸ばしてもらいたいなっていうふうに思ったからなんですね。はい、ありがとうございます。また今土屋さんの具体的に今現在、はい、されている仕事について質問したいんですけど、今北海道大学発ベンチャー企業のサポートと、マーケットへの彼らが進出しやすいような、はい、そのサポートされていると思いますけど、はい、土屋さん前までの、そのベンチャー企業
もうその現在、はい、あの現状、はい、北大発で土屋さんからの何か新しい変更とか、うん、はい、変わった点とかあればそれを教えていただきたいですね。まあ、逆に、過去で、まあ、北海道大学は残念ながらそのベンチャーを作るっていう体制が実はできてなかったですね、はい、東京に比べるとやはりベンチャーとかスタートアップに対しての情報もしっかりしてなかったし、まあ、どちらかというと研究機関や教育機関としての位置が強かったためにその産業とかビジネスもしくは、まあ、一部の人たちから言わせると商売を学校でやるのかみたいな、やっぱりその考え方を持っている人も結構いたわけです。でその中でいやいや違う、やっぱりビジネスっていうのはきちっとした科学技術やもしくは、まあ、事務系も含めた上でのやっぱり私たちが大学で学ぶことを応用していったり深めたり広げたりすることによって実現できるもんだっていうことをやはりガードゲート、まあ、今もそうですけれども、はい、広めていく、これはまず1、はいはい、で2つ目にやはりそのゲート、それだけでなくてビジネスにとってすごく重要なポイントはお金です。その意味では特に先生方の素晴らしい研究たくさん実は北大の中にもあるんですけど、こういったお金に、政府や場合によってはベンチャーキャピタルや場合によってはエンジェルやいろんな人たちからのお金を引っ張ってきてそれを具現化する具体化できるような形に持っていくっていうのが、まあ、今やっている私の仕事、はい、まあ、まさにそれを、徐々に大学の中で構築してきたのはこの数年の私の特任教授としての仕事であります。はい、素晴らしいですね。やっぱり土屋先生 あのビジネスマン時代のその経験を今北海道大学でやっぱり活かせているということですね。あとやっぱりマーケットをつないであげることもすごく重要で、マーケットというのは物を売る先ですね、うん、これやっぱり私の場合は本当にさまざまな分野 の企業、はい、あの経験やもしくは素晴らしい友人方やネットワークを持たせてもらっているので、いろんな人たちに、まあ、紹介してもらったり手伝ってもらったりして市場を広げるっていうこともとにかく企業が生き残っていくためにはやっぱりお金が常に循環していかなきゃいけない。そうですね、酸素や栄養と同じようなものですから、それもやっぱりきちんとサポートしながら、はい、みんなが成長してもらうような仕組みを今作るように頑張っているところです。はい、ありがとうございます。やはり土屋さんが何回もお会いしてこの話を何回もしてますけども、土屋先生からもたくさんご指導いただいてますが、やっぱりいいものを作れる人多いですよね。いいものを持っている人も多いです、うん、いいアイデアを持っていていい研究を持っている方も多いんですけど、先生も学生さん大学院生も含めて、でもそれをものにするのは、ものにした後にそれを売るのが一番の大変なところで、やっぱり売り先をどう見つけるのか、どのようにしてそのものを売るのか、いいものを持っていてもそれ売れないと相手にお客さんに買ってもらえないと意味がないわけですね。それをどういうふうにするのかが今の土屋さんの仕事ですね。ご指導してあげるのでね。で、加えて全ての回答を私が出しているわけではない、必ず、ヒントという形で自分でも考えてもらわないと、自分の力でやらない限りいつでもその力っていうのはそげ落ちてしまうんですね。だから今実は大学の先生や研究者、を中心にこの私の、スタートアップ創出本部という本部があるわけですけれども、その方々のためにある意味ではあるんですけれども、それだけではなく学生の教育、まあ、場合によってはやっぱりそのマインドを理解してもらうために高校生や、まあ、中学生やなんかのスタートアップ、はい、もしくはアントレプレナー教育っていうのもうちの部署で、はい、まあ専門はその他の先生に担ってはいただいてますけれども、同時に据えている次第です。はいはい、皆さん紹介が遅れましたけども、土屋先生は北海道大学の特任教授をされていますが、実はスタートアップ創出本部 の本部長もされているんですよ。それこそまさに直接北海道大学初ベンチャー企業を作るところ の第一人者なんですね。
でこれから私もですね、実は北海道大学出てすぐに会社作って、今北海道とアゼルバイジャン、日本とアゼルバイジャンつなぐ仕事をしてますけども、それをしておく、その前から土屋さんと知り合って、多くの指導コメントいただいて、ヒント、まさにヒントをですね、いただいて今に至ってますが、今後もあの北海道大学に教育してもらって、大人になっていい人材として育ててくれた大学に対しては、やっぱり恩返しすることも大切だと思いますし、もらうだけではやっぱりつまらないですね、なんか人からも上げていかないとダメで、どのようにして北海道大学、この札幌を中心に北海道大学と、北海道とアゼルバイジャン、とりあえず私の分野ですね、一番できる分野で、どのようにつなげていくのかは一緒にご指導いただいたから、これからもあの進めていきたいし、周りにいる他の国から来た人たち、留学生、もちろんこの仕事はあの留学生に限る話ではなくて、国大生、日本人学生もあの対象となっているんですが、どのようにしてまずは私の周りにいるその留学生のベンチャー企業を経営されている方々と北海道大学をつなげていくのか、また彼らが北海道大学にどのように恩返していくのか、それも一生懸命考えていきたいですね。まあ、その意味では、あの、例えば在学生の学生に関しては、北大って2000人留学生がいるんですね。この留学生たちも参加できるような新しい、あの、学生のためのクラブというものを作って、はい、今それで大体学生が、学部の1年生から博士の5年まで、はい、あれ何というグループですか。あの未来開拓クラブっていう、あの学生、はい、あの団体なんだけど、うん、そこの顧問も今やっていて、そこが今非常に活発に、動いていて、自分たちの学問をどうやって本当に実社会に、役立っていくかっていう、はい、あの基礎的なあの教育も、はい、あのやってます。でそれに加えて、やはり留学生たちがまあ、特にアメリカなんかの場合でいても、あの留学生たちが活躍して新しい時代を作ってますから、21世紀の産業を作っていくっていうことから考えてみると、やはり日本の国の多様性、日本の国って比較的単一性なので、ここに多様性を導くためにも、留学生にもとにかくあの活発に、いろんなことをやっていただくような仕組みも少しずつですが整え始めてます。まさにあの動画を撮る前に持ち合わせの時にも土屋さんからご一句指摘があったんですけど、どのようにして21世紀の会社を作るのかですね、それが非常に大事なポイントです。僕は21世紀は基本的に単なる数字や株価、まあ、いわゆる時価総額って呼ばれているところで会社をあの評価するんではなく、やはりあのどういう問題を解決できるスペシャリティを持った会社か、でそういった中でやっぱりその多くの人たちがそれぞれの能力をやっぱりしっかり出して、あのあのいろんなチャレンジができるようになってもらいたいと思いますし、北大はなんといってももともとは札幌農学校っていうあのオリジナリティがあるわけですから、オリジンがあるので、やっぱりそこからルートがあるの、ルーツがあるので、そこから発展していくと、私たちのこの、あの今激変している大きな環境変化の中で、温暖化含めた環境の中で、やっぱりきちっとした食料を確保できる、これまでの農林水産業とはまた違った21世紀型の工業技術や、さまざまなあの、知識をやデータを駆使したあの、食に対するあのアプローチができる企業をより一層作っていきたいなと思っています。その意味では北海道だけでなく、日本および留学生も含めて世界の、英知が集まった新しい企業ができてくれると、あの、大変嬉しいなというふうに考えている次第です。ありがとうございます。私たちも頑張りますので、はい、あの次の世代を、ね、育てるためにも、我々も、はい、やっぱりせっかくこんなこれだけいい人たちに囲まれていい知識いただいているので、それをものにしていくのは私たちの仕事、やっぱり全ての答えを土屋さんとか土屋さんの周りの人たちが出すと、じゃあ我々はどうなのか、明日土屋さん
とかね、あの他の先生方そばにいないと本当にインディペンデントとして独立してやれるかというところもあるので、ぜひあの学生さん、あの留学生も含めて在学生に、日本人学生も含めて、もっともっと積極的にアイデアを出し合って、それをものにして、さらにそれを売れるような体制を作ってほしいですね。はい、はい、皆さん、今日はあの土屋さん大変お忙しい中、あのお時間割いていただいたんですが、本当にお時間がない方なので、仕事忙しい方ですので、ここまでとして、またどっかの機会でもう一度、はい、あのお邪魔しますので、ね、はい、その時もこの動画の続きを撮影できればと思いますので、皆さんその時も楽しみにしていてください。土屋さん、今日はありがとうございました。どういたしまして。さよなら。